バリバリっすか。あ、中柔らかい。はい、内側こんな感じになってます。皆さんこんにちは。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。完全価格ベーカーです。今日作っていくパンはポリッシュ法を使ってカンパーニュを作っていこうと思います。まずはポリッシュ種から作っていきます。はい、それではポリッシュ種の作り方ですね。すごい簡単です。まずは 110g の小麦粉、今回リスドール使ってるんですけれども、何でもいいです。粉はその中に 1% 分のインスタントドライス入れます。 1g です今回ね。そしてお水、この後同じ量 110cc 分入れます。入れてあとはかき混ぜるだけで完成。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。はい、混ぜて粉っぽさなくなったら完成。これを冷蔵庫で一晩寝かせたら OK です。使えます。そしてこちらが冷蔵庫で一晩寝かせたポリッシュダネですね。その後常温で1時間ほど置いてあります。状態こんな感じです。ぷくぷくと空気入れてますよね。今回はこちらをね使っていきます。こちらまず全部ポリッシュ種をボウルの中に入れます。ドロドロ。でこのポリッシュ種を使うとしっかりとねこの小麦が水分を吸っている状態なので、もちもち柔らかい食感でね出せます。酵母も発酵してるので発酵がスムーズにいくっていうのもね、このポーリッシュのメリットですね。そしたら残りのお水入れます。今回は加水率 80% 高加水パンで作っていきます。なので台に出して生地をこねるっていうのは大変なのでしないです。ボウルの中で全てが完結させます。はい、こんなシャバシャバな状態になったら小麦粉、ね、今回リスドールっていう準強力粉使ってます。イーストがね 0.5g だけ入ってて、お塩が 2g 入ってます。これね全体変えます。これさっくりかき混ぜていきます。少し切り混ぜみたいな感じで下の生地を上にかけるような感じでね、均一のとろみにしていきます。はい、混ざった感じがこんな感じ。もう超デロデロです。これをこのままだとグルテンがつながらないので、このまま生地15分休ませた後にまた伸ばして重ねながらグルテンを作っていきたいと思います。ではこのまま15分休ませます。それでは15分休ませた生地ですね。さっきもちょっとボテーっとしてます。これを折り込んでグルテンを作っていきます。端っこから持ってで持ち上げながらちょっとくるくると回しながらね、持ち上げて端っこからちょっとねソフトクリーム作るみたいに回していきます。じゃあまたこれ15分休ませた後に同じようにね折りながら生地まとめていきます。はい、さらにこちら15分寝かした生地ですね。端っこ持ち上げてぐるぐるっと巻きながら落とす。端っこから持ち上げて巻きながら落とす。持ち上げて巻きながら落とす。はい、生地こんな感じですね。ではこちら一次発酵させていきます。はい、それではねこちら一次発酵だけ90分ぐらい取ってました。ボリュームがねものすごい出てるんですよ。こんな感じ、まあ、まだブヨブヨな状態です。でこれなるべくガス抜かずに取り出していきたいので、まずはこういう高加水パンの場合は周りに打ち粉しておきます。たっぷりね、周りの打ち粉を内側に入れるように出していきます。グッグッとね押しながら押しながら、よいしょ。そしたらこのまま粉を敷いたキャンバス地の上にドンと出します。こんな感じです。ポイントはしっかりと粉使うことですね。全体にくっつかないように粉を打って、で下から生地を優しくね伸ばしていきます。四角形がいいかな。ふっとふっとね、すっとすっとやっていきます。
なんとなく四角形に広げられたら、まずは紙飛行機みたいに端っこ、ここ2箇所三角形作ります。この三角形また中心こんな感じ、これもこっちが三角形作って、またこれも中心に持ってきます。で、この生地はガス壊さないようにこう持って閉じたところ上のまんま乗っけます。トンと型の中入れます。こんな感じで、最後ここだけちょっと軽くね、閉じ目閉じて繋いでおきましょう。はい、あとはこのまま膨らむまで発酵させていきます。この発酵かごの、8割ぐらいまで膨らんだらね、焼いていきます。新しいおもちゃもらったの、のちゃん。嬉しい？ライオン？見せてよ、見せて、のは。嬉しいの。のちゃん嬉しいの、新しいおもちゃ。はい、それでは二次発酵が終わりました。おお、膨らんでる、バッチリですね。ここまで大きくボリューム出てたら合格で、クッキングシート使います。で、クッキングシートでこう手で蓋した後、このままひっくり返します。コロンとね、で、持ち上げて落とします。これも振動を与えずに、なるべく溜め込んだガスを抜かないようにして、ゆっくり持ち上げると自然とズドンと出てきます。立派、いいね。そしたら一番楽しいナイフでね、切り込み入れていきます。どうしようかな、今日は4箇所入れていきます。斜め45度の角度でスーッとカーブしながら入れていこう。こんな感じ、いいね。ザクッと切ります。シュッとね、切る。こっちもここから切る。シュッとね。こっちも切ります。シュッとね、切ります。シュッと。この表面の薄い皮1枚をプツッと切るようなイメージでね、やっていきます。最後では霧吹きして焼いていきます。バリッと仕上がりますし、釜伸び良くなります。はい、それでは行ってきます。はい。下の高温240度で25分間焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じ、うん、熱々、こんな感じに焼き上がりました。まだね、熱々です。粗熱が取れたら少しね、切って断面見ていきたいと思います。はい、それでは断面を見てみましょう。切ってみますね。この向きからいいかな。バリバリ、そこ、あ、中柔らかい。はい、内側こんな感じになってます。しっかりと気泡ができてますよね。やっぱりこのね、ムチムチした食感がたまらないですね。ちょっと味見したいと思います。はい、それでは今回はポーリッシュ法 50% で、水分量 80% で、作ってみました。こんな感じのね、断面になってます。いただきます。うん、シンプルで美味しいです。で、今回一番必要最低限の材料で作ったので、小麦の素材感がね、一番感じられます。小麦の風味がいいですね。で、ポーリッシュも、50% 使ってるので、しっかりと内側の部分はもちっとしてて、こんな感じね、もちもちしてて、外側はね、パリッパリしてるんですよね。美味しいです。もしよかったらね、手順自体は簡単なのでチャレンジしてみてください。はい、それでは本日の動画はいかがでしたでしょうか。作ってみたいなとか食べてみたいなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。
それではまたぜひ次回の動画でお会いしましょう。失礼します。